どんな宗教なのかということですが、預言者ムハンマド、神様の言葉を聞いたというムハンマドが神様の教えを人々に伝えていった。これがイスラム教。ムハンマドは実在の人だ。はい、そうですね。西暦610年頃、ムハンマドが神様の言葉を聞いたところからイスラム教は始まります。ムハンマドってイエス・キリストみたいな人？そうではないんです。イエスというのはキリスト教においては神様の子、まあ、神様のような存在になるのに対して、ムハンマドはあくまで人間なんです。神様ではない。だからイスラム教ではムハンマドを拝んではいけないんです。神じゃない。ただし神様から選ばれた人間だということで人々は尊敬してるんですね。尊敬はしてるけど、ムハンマドの像を作ったり、それに拝んだりすることはしないと。ムハンマドが聞いた神の言葉をまとめたのが聖典コーラン。先月のバングラデシュのテロでコーランの一節を言わせるということがありましたが、コーランとはどんなものなのか。これコーラン、まあクルアーンというのが、まあ、正確な呼び方になるんですけど、声に出して読むべきものという意味なんですね。簡単に手に入ることはできるんですか？これはあのイスラム世界に行けばいくらでも売ってますし、ね、もちろん日本でも手に入ることも。それはいわゆる日本語訳にしたやつもあるんですか？日本語訳もあります。ただしこう神様は人間たちにアラビア語で伝えているので、本来コーランはアラビア語で読まないと読んだということにならないんですね。アラビア語は右から左に読むので右開き。内容は有名なのがこんなこと。お酒を飲んではいけないなんてのは、あるいは豚肉を食べるなって書いてありますね。はい、だから日本に来て知らずにうっかり食べてしまって、そうですよね、こんなに美味しいものがあるのかって驚いたって人はいますけどね。サンコさんがそうですよね。とんかつ食べてこんなうまいもんあるのかって、ね、だからお母さんお父さんには内緒に食べるんです言うていいですよ。サンコさんそうなんだ、もうこれ内緒ね、内緒ね両親によくしなさい、人を理由なく殺してはいけない、神の示した正しい道に従えなど、イスラム教徒が守るべき道徳倫理から生活に至る全てのことが書かれている。だからコーランに従って国のルールや人々の暮らしがあるという国も、いわばコーランが国を作っているとも言えるのです。例えば今の読んで、あ、イスラム教の教えがすごい自分に合ってるってなったら、はい、手続きとかってあるんですか？イスラム教徒2人を証人に立てて、アラーの他に神はなし、ムハンマドは神の使徒なりとそこで唱えれば、イスラム教徒になれます。イスラム教徒になるのは大変簡単です。